そう。
だよね。今日の試合、OK。Yeah.
何落としたの？こっちにないよ。涙出ちゃう。ね。なぜね。ね。でみんな なんとなく帰っちゃったんで。確かに。静かですね。ちょっと慎太郎疲れてるよね。顔がもう疲れてるよ、ね。4試合。これ4試合目。出過ぎ。よし。慎太郎も思うけどね。あいつね。本当に強いね。なんか、シュートを打たせてても取れる気するもん。本当うるさいですね。わーキーパー？キーパーもそうだし、あのでかい赤いやつ。赤いってうるさいね。キーパーちょっと上げてないやつ。3番うるさいよ。でかいし。うん、私シャルと、うん、あっちの誰だっけ？2番？誰やろ2番？2番あのちっちゃいやつ。あの黄色の黄色いキツなやつ。レズニっぽい。本当にね。すごいぐらいな。あった。あった。ルイス、こっちおいでや。こっちおいでや。もう10分で終わるよ。ちょっと待って、見てから。
毎週試合ないんですよね。うん、あそうなんだ。何しよっかな。何すんの。なずっとずっと月曜日これだって。あーそうか。よーし。慎太郎とどっか行ったらなんかご飯食べに行ったり。行かないの。それは嫌な。いやじゃなくてあんまり行かない。マジか。まあ今日な、まあ今日はまあとりあえず外食だったんだけど。あそうなの。何食べたの。なんかペッパーランチ。ペッパーランチうまいね。おいしいおいしい。あのあそこロードストレートなんだよ。はい。あれうまいよね。あれ日本でめちゃくちゃだよ。あれ霜降り霜降りステーキ。あれおいしい。やわらかい。うんおいしいおいしい。あうまい。もやしと一緒に食べてました。うまい。2つに1個できたんだけど、あんまり美味しくなくて。あ、そうだ。日本のね、安くて、まあ、日本のやつで多分ね、700円とか、7ドルとか、8ドルぐらい。安いよ。多分高い。15とか、そんなもんだね。15、16。まあでも、今日食べたものは 16.90 だったから、まあ、17ドル。何だよ、それ。フォーうまいよ、フォーうまくない。フォー美味しい美味しい。そんなくらい俺フォー大好きだよ。ほんと、でも私コリアンダーあんまり好きじゃないんで。マジで。うん、コリアンダー俺大好きだ。私あんまり、なんか食べたら、なんかあの、何、石鹸食べてる感じ。それね、なんかあれらしいよ、ネットで見たけど、なんか石鹸と同じ繊維みたいなのがあるらしくて、なんかに、人によって、人によって目を食べると石鹸食べてるって感覚になるらしい。だからなんか食べないやつってなるらしい。でも俺が食べれるのが大好きで。あそこね、あのさ、こういったことあるあのシューマーケットあるやん。ヘイマーケットって。あ、へあのあのハリスマーケット。ハリスマーケット。ハリスマーケットの近くに高野さんがあるんだけど、高野さんってベトナム料理屋さん。そこもしかしてそのバス停の。あ、そう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 。そこ行ったことある方。あそこめっちゃうまいよね。あそこめっちゃうまい。おめっちゃ。俺の彼女めっちゃ好きでさ、そこ、うん、しょっちゅう行ってた。この前も日本からこっち来た時に。もうそこ絶対行くっつってて、しかも量多くない？なんか、こんなボリューム満点、ボリューム満点ね、ボリューム満タンマジで、満タン、ボリューム満、ボリューム満タンって言う？満点？満点か、満点、満点、満点、うん、満点。なんで満タンって言わないの？確かにね、満タンって言っても分かる。なんで満タンって言わないの？なんで満タンって言わないの？満点、まあ、満タンでも全然分かるって言ったら分かるけど、なんかね。わー、イエーイ。満タンってなるとなんかこう、なんて充電されましたみたいな感じで、ボリューム満点はなんかもうボリュームが二重丸みたいな。だからボリューム満点、満点、うん、はい、確かに。なんで満タンって言わないんだろう。満タン、満タンでも、でも分かる。満タンってあれだよ、なんかもう、なんか箱があるとしてさ、うんうん、そこにもういっぱいフルフルにしたのよ、満タン。でもボリュームもさ、だってさ、まあ、いっぱい入ってるからさ、満タンじゃ満タンじゃない？いろいろ分かる。なんかその気持ち分かるよね。なんで満タンなんだろうってね。わあ。なんてでもあそこうまいよね。おいしい。ね。で、あのチャッツに1個あるんだけど。あ、そうなの？チャッツ何個あるんだけど、駅からちょっと離れた。そこ美味しい、ほんと。私、いつもそこで食べてる。いいな。なんか、チャッツなんかいい店多そうよな。うん、街道寿司？寿司街道だって。あれも美味しい。私の友達のお父さんがやってる店なんだけど。結構美味しい。そうな、寿司街道。寿司街道って聞いたことないな。寿司とかそういうの食べてきてないわ。冷やし中華食べた。
冷やし中華やばいね。冷やし中華マジ。てか冷やし中華こっち売ってる？こっち食べたことある？あの何あの韓国人の。あああれ冷麺マジうまくないあれ？冷麺もあるけど。冷麺冷麺。あのさあのちょっと硬いやつ硬い麺でさ透明あれめっちゃうまいよねあれマジうまいあれマジうまい。そうや私作れる。マジで？あまあインスタントみたいな感じで。インスタントなんだ？売ってるから。あれ売ってるから。マジかよ。さ初めてさ日本で韓国料理さん行った時にさあれ食べた時にさやばってなったの。美味しい。めっちゃうまいやんみたいな。それなんか日本人が焼肉行って、うん、あの締めにそばとか頼む。うんそんな感じ。韓国人も韓国人は冷麺を締めに多いです。あれマジで、ね、あっさりしてるしね。なんかすごい美味しい。麺がね、なんか俺、あの硬い感じがめっちゃ好き。なんかもちもち感があって、もちもち感があって、でもなんか弾力あって、弾力あって、ね、大好き。これをスープなしで赤くしたあの辛麺麺も辛くないそれ、でも辛い。もう美味しい。あ、うま？俺辛いの食べられへんの。あ、ユッケ食べたい。ユッケ食べたいね。ユッケユッケ美味しい。ユッケ韓国韓国ってさ、まだ日本さ、ユッケ食べれなくなって、韓国食べるよ。規制されて、そう、食中毒で。そう、食中毒になった。日本人で、出せない。そう、日本の焼肉屋さんでそのユッケ出したんだけど、そのユッケ出したユッケが、もうあダメになっちゃった。ちょっと良くないやつやって、で、それでもうなんか、ユッケ出したらダメって言って。でもそれ日本でしょ、うん、ありました。